ああ、これは、火鍋の時に、お店の人が必ず配るエプロンです。Hi, what's up, guys? My name is Kaho. Welcome to my channel. So it's getting very cold in Shanghai. Today I'm going to ask Japanese people living in Shanghai, what's it like being a Japanese living in Shanghai on 2022? So let's get started. 日本人の方ですか？あ、そうです。日本人です。はい。中国で生活して何年になりますか？1週間くらい。あ、12月の1日からこちらに来ているので。そうです、ほとんど隔離期間なんで、はい、外に出てからまだ 4,5 日しか経ってないです。ちなみになんで上海に来られたんですか？会社の転勤で、こちらの事務所に我々2人転勤になりました。そんな上海転勤と聞いた時はどういうお気持ちだったんですか？正直行きたくないなっていうのがありましたね。まあそんな感じですかね。家族で来られました？はい、どちらも一人で来てます。我々だけで、はい。いいなと思うのは、私はもうこっちのご飯が美味しくて仕方がないですね。中華料理は OK 派ですね。もうめちゃめちゃ美味しい。一緒ですね。ご飯はどれも美味しいです。そしたら結構生活はしやすいかもしれないですね。まあそうですね。上海日本人も多いし、うん、日系のものも買えるから。そうですね。コミュニティとかもいろいろ日系コミュニティ、日本とか読まれます？あ、読みました読みました。で、あれの裏にいろんなサークルとかが書いてあるんで、そうですね、まあ、もうちょっと生活慣れたら参加してみようかなって感じですね。不便なことは何かありますか？中国語がほとんどわからないので、はい、中国語しか通じないようなお店とかだとちょっと困る。もう説明が中国語されてもよくわからないっていうところは、なかなか慣れが必要だなと思いますね。そうですね。まだ困ったことはないですけど、やっぱりスマホ決済がすごい発達してるんで、スマホなくしたり電池切れたりしたらいろいろ積むなとは思いますけど。そうです。日本人の方ですか？はい。中国で生活して何年になりますか？まあ20年弱です。すごく長いですね。そうですね、はい、仕事ですかね？仕事ですね、はい。就職氷河期ということもあったりして、あ、まあ、ロスデネ世代ということ、なるほどなるほど、まあ、日本よりかちょっと中国に、あ、なるほど、まあ、住みやすさから言うとやっぱ中国の方が住みやすいかなとは思いますね。中国では上海以外でどこか住まれたか？蘇州と。中国で一番いいなと思うことは何ですか？似たような文化といいますか、まあ、安全ですし、欧米とかですとどうしても生命の危険なところ、緊張感というか、中国ってやっぱり文化の違いはあれど、違うところも多いですけども、近いところもやっぱり多いというところかもしれない。中国の方って外国人の方へのリスペクトは強い国だと思いますね。それは間違いないと思います。多分中国の方って日本人とか外国人がここまで話せるっていうことにリスペクトを持たれる方の方が多いなと思いました。 そこのマイナス面を見つけるんじゃなくて、プラス面、そう話せるよねっていう人、そういう感じられる文化の違いっていうのは多々あると思いますね。あ、そうね。少し食べれるだけですごいって言ってくれたりしますよね。そうそうです、そうします。そういうところはあると思います。ありますよね。はい、日本人の方ですか？はい、そうです。中国に来て3ヶ月ほどです。あ、お仕事の関係ですかね？そうです。それまでは日本のどちらに？日本の沖縄に。あ、そうなんですか。はい、ちょっと慣れないなと思うことって何かあります？慣れは交通の量が多くて道路があまり慣れないなっていう、運転がちょっと荒かったりとか、そういうところが、はいはい、ディエンピンチャーの運転の仕方とかがまだ慣れないかなっていうのは。あ、そうですか。はい、中国語は勉強されてたんですか？中国語は大学で少し勉強しました。いいなと思ったことは、お買い物のアプリがめっちゃ発達してて、日常の野菜を買いに行くとか、そういうのが全部携帯一つで済むっていうのはすごくいいなと思います。そうですね、便利ですね。値段も店舗で買うのと変わらないので。確かに。日本人ですか？はい、日本人です。上海に住んで何年になりますか？今だいたい1年と7ヶ月ぐらいですね。それまではずっと日本でした？ずっと日本でした。うん、
なんで上海に来たんですか？いや、急に会社に行ってこいって言われて、はい、あ、じゃあ転勤、はい、っていう感じですね。どんな感じのお仕事されてるかとかって。アパレル系の、商社なんですけど、洋服の生地をアパレルさんに売ってます。私も同じ仕事してます、実は。そうなんですか？うん、そうなんです。ここに来るまでの上海に対、中国に対する印象と来てからの印象で何か変わりました？だいぶ変わりましたね。どっちかっていうとマイナスイメージの方が大きかったかなっていう。あ、そうですか、うん、やっぱ欧米が良かったりとかってあります？まあ、なんか欧米はねかっこいいなみたいなのありますけど。あ、そう。で、上海になって実際来てみてどうですか？めちゃくちゃ楽しいですね。そうですか。めちゃくちゃめちゃくちゃ楽しいです。お、普段関わらない人と関われるっていうね、いろんな自分の新しい、あ、こういうのもいいなとか、いろんな興味が湧いてくる感じですかね。なるほどなるほど。人脈が広がるみたいな感じですか？うんうん、それは一番大きいかなと思います。なるほど。生活面とかはどうです？生活も日本よりめちゃくちゃ便利かなと。はい、そうですか。もう現金ないんで、全部携帯1個あればって感じですね。良かったです。じゃあ上海で生活してもうプラスのイメージばっかりってことですね。もう今はそうですね。楽です。はい、ありがとうございます。日本人の方ですか？日本人です。わお。上海に来られてどのぐらい経ちますか？3ヶ月経つぐらいですね。思ってたよりも、かなり、街が発展していて全く不便もない。特にご飯の麺は非常にいいですね、はい、中華料理も美味しいです、ただちょっとやっぱ言いやられますね。来るまでの印象と来た後での印象は結構やっぱ違いましたね。全然違いましたね、はい、結構なんて言うんだろうな、いろんな買い物でもそうですし、ご飯もそうですし、交通手段もそうですし、あ、不便なんだろうなって思ってたんですけど、かなり日本よりも下手したら便利かもしれない。僕は商社で働いてて、それの研修で今回来てます。みんなあんまり周りを気にしない、この細かいことを気にしないっていうのは日本と違ってすごい楽だなって思いました。あ、すいません。はい、日本人の方ですか？はい、そうです。よくわかりましたね、はい、ちょっとね、惚れ酔いで、はい、上海に来られて何年ぐらい経ちますか？ちょうど2年です。それまでは日本ですか？日本に半年、その前は香港にいました、はい。何をされてる方ですか？洋服作ったり売ったりしてます、はい、まあまあ自分でやってると、はい、自由です、はい、すごいですね、上海で自分でやってる方。でも香港に住んでたので、香港の方がしんどいなとかっていう想像はしてました。物価が高いし、インフラなかなか整ってないですし、はいはい、気候的にも12月で30度とかなんで、はい、中国とかの方がもっと生活はいいんだろうなって思ってました。香港よりは住みやすいです。あ、今ちょうどご飯食べようと思ってて、うん、この火鍋知ってます？火鍋。はい、火鍋ね。世界の皆さん知ってます？ホットポット、ホットポット、ホットポット、はい、火鍋とかはもうこういう本当味美味しくて、うんうん、1人200元とか、うん、それぐらいでお酒飲んで、うん、まあ済むんで、お安いですよね。まあ 4,5 人で行ったら、まあ、全然なんかね、得した気分。確かに。中国で生活してみて便利だったことと不便なこと。まず、うん、財布がいらない、これは便利な点、はい、そして安全面も考慮されてます、うん、ただ不便な点でいうと、携帯の充電が終わった瞬間に何もかもが終わる。あー、これは火鍋の時にお店の人が必ず配るエプロンです。いいです、私服じゃないですよ。はいはいはい。 Welcome back. So how was it? The impression is very different from when living in Japan and when they come to China. And obviously it's different from what they thought. If you like my video, please click thumb up and don't forget to subscribe to my channel. By the way, the drunken guy is one of my friends. So yeah, see you in the next video. Bye!